ラーメン八角のチャーシュー、おにぎりチャーシューおにぎりは、様々なラーメン屋のサイドメニューとして販売されている、食べ物である。薄切りのチャーシューをご飯に巻いたもの、刻んだチャーシューの混ぜご飯をおにぎりにしたものなどがある。晩州地区のチャーシューおにぎりは、丸型で、海苔の上をさらにチャーシューで包んでいるのが特徴である。もともと、晩州地区には甘く炊いた醤油ベースの晩州ラーメンが、 存在し、立野の醤油、姫路の酒、稲見のみりんなど、地産のものと一緒に浸して煮込んだチャーシューを使っている、店もある。姫路、晩秋地区で他店舗を展開する、ラーメン八角が、発祥と言われ、メニューの一つとしてあったチャーシューとキムチを上に乗せ、ラーメン醤油をかけて食べる丼を、時間がない時にでも、簡単に食べられるよう、おにぎりの形にしたのが原型と言われる。 その後は商品化され同店で1996年頃から販売され、キムチを加えるなどの改良を重ね人気商品化。2016年1月には JR 西日本デイリーサービスネットとの共同開発で商品化され、近畿地区の駅中コンビに、キヨスク及びハートインにて約1ヶ月間発売された。さらに、同年4月には1ヶ月間限定で、 関西地区2府四県のデイリー山崎でも販売された。ABC 姫路経済新聞姫路採用百貨店でチャーシューおにぎり販売会番州名物目指す。2011年1月6日在京新聞期間限定兵庫県番州地域で話題のチャーシューおにぎりが駅で買える。2015年12月24日21時58分。 朝日新聞長官2016年5月2日、坂口健太郎美和、食リポに挑戦。桜井有吉在屋会、ありがとうございます。